この巣場。未知の島に上陸した我々に未知の恐怖が降り注ぐ。王道だが悪くない。満月の晩に現れし地というのがこんな離れ小島だったとは。満月の光があるとはいえ、ここから見えるのはゴツゴツした岩だらけ。本当に宝なんてあるのか。カズマの宝感知スキルに反応はないの？もうやってるよ。けどなんかそれらしい反応があるような、ないような。どういうことですか？ありそうな気配はあるんだが、反応が曖昧で方向がはっきりしないんだ。宝感知スキルなど必要なし。隠されし宝を看破するは我にあり。よくぞ言いました米子。宝はスキルではなく自らの手で掴んでこその宝。宝は必ず見つけてみせよう。ゴーマ族の誇りにかけて。何か見つかったか？こっちにはそれらしいものは何も。こっちもです。我が眼帯の奥に秘められし赤き瞳をもってしても何も見つけられなかったよ。これだけ探しても何もないなんて、もしかして宝の地図が間違ってたんじゃない？もしくはすでに誰かが持ち去ったという可能性も考えられる。そうですね、相当に古い地図ですから。せっかく島を見つけたのに宝物に出会えないのは少し残念です。いいや、お宝ならすでに見つけたさ。え？ここまでみんなで過ごした時間、それこそがかけがえのない宝だ。アルエさん。君もそう思うだろ？おお、そうだな。ゴーマ族にしては無難なフォローでびっくりした。アルエの起点に感謝だな。そろそろ戻りますか？そうですね、皆さんお付き合いくださってありがとうございます。なんだあれ。どうしたのだ米子。あそこ見て。あれは何かが光っていますね。しかも金色に光って見えるよな。あれってもしかしてこの巣場？ねえ、これって金じゃない？これだけあれば高級シュワシュワを何本買えるかしら。地面から生えているのが少し奇妙だが、確かに金で間違いなさそうだな。大発見、大金持ち、父ちゃんと母ちゃんウハウハ。コメコ、ウハウハなんて言葉どこで覚えてきたのですか？みだりに使ってはいけませんよ。これが手に入れば俺たちだってしばらくウハウハ間違いなしだ。下の方が地面に埋まってるからどうにかして。掘り出すための道具など何も持ってきていないぞ。任せとけって。こんなこともあろうかと。ソーラーバインド。わかりました、お兄様。みんなで巻きついたこの紐を引っ張ればいいのですね。そういうことだ。みんな掴んだか？行くぞ、せーの。よいしょ、よいしょ。ってなんだ、また地面が。でも雨が雨。ノア、地面が傾いて。これは島が動いているぞ。何が起きるかわかりません。急いで元いた浜辺に戻りましょう。あぶあぶ。島の先端に顔。なるほど、謎の島の正体はデバガメだったのですね。
デバガメってこの前話してた巨大レアモンスターってやつか。デッパの亀だからデバガメっていう。そういうことね。ちなみにさっきの金の延べ棒はデバガメの歯だったみたいね。それでデッパを引っ張られたせいで怒ってるってわけか。もうほんとこの世界なんなの。亀のスープ、ジュルリ。コメコ、その息です。カズマも呆れてないで、あいつを倒しますよ。このそば。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このそば。ノワーク、食われる。おいデバガメ、その男を離せ。やるなら私にしろ。そうよ、貧弱冒険者のカズマなんか食べてもお腹壊すだけよ。おやくわ、今なんて言った。訂正し、いた、食われる、本当に食われる。姉ちゃん、やばいよ。ですが、今爆裂魔法を打ったらカズマまで。カースドライトニング、エクステリオン。お兄様、今のうちに離れてください。言われなくても。トウ、カズマが離れたわ。承知です。さあ行きますよ、エクスプローション。姉ちゃんかっこいい。あれほどの一撃を食らってもまだ生きているとは、さすがに伝説級のレアモンスターといったところか。ねえ、今ならあいつに乗っかっても大丈夫なんじゃない。ささっと行って金の出っ歯をいただいちゃいましょうよ。おお、確かにその手があったか。待ってください。アイリス、今日が乗っているところ、水を差すようで申し訳ありません。ですが歯を抜いてしまうのは少しかわいそうな気がして。アイリス様、なんとお優しい。確かにデバガメは近隣を襲って被害を出しているわけではない。アイリス様がおっしゃるのも一理あるけど、本当にいいのか。せっかくのお宝なのに。ええ、それにアルエさんもさっき言っていたではないですか。ここまで過ごした時間、それこそがかけがえのない宝だって。皆さんと一緒に過ごした夏の休暇こそが私の何よりの宝です。アイリス様、なんと見心の広い。それじゃ、デバガメとはここでお別れだな。あのカメさんが無事にここを離れられるよう、後でちょっとだけヒールかけとくわね。はい、カズマさん特製海鮮丼お待ち。いただきます。もぐもぐ、うまい。おかわり。もう食ったのかよ、早いな。海で食べるご飯はまた格別ですね。はあ、アイリス様、ため息などお付きになってどうかなさいましたか。まさかこの男の雑な料理がお口に合わないとか。雑とか言わないでもらえます。誤解を招くようですみません。お兄様のお料理はとっても美味しいです。ただ楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうものですね。夏の休暇も終わりと思うとなんだか名残惜しくて。名残惜しむ必要なんてないって。また休暇が取れたら一緒に遊ぼうぜ。本当ですか。クレア、次の休暇はいつです。すぐには無理です。
アイリス様は王国になくてはならない尊いお方なのですから。そうですよね。ですが、これほど楽しそうに休暇を過ごすアイリス様の願いに進化一同否やはございません。すぐには無理ですが、またこうした時間を取れるようこのクレアも尽力いたします。はい、ありがとうクレア。さあ、最後の最後まで夏を満喫するわよ。アイリス、私と泳ぎの競争をしない？水の女神として戦いを挑むわ。その勝負受けて立ちます。けど、水の女神って？はあ、アイリス様の水着姿もじきに見納めか。しかと目に焼き付けておかねば。私も最後の勝負に加えてもらうとしようかな。私も泳ごうかな。海と戯れるのも悪くない。姉ちゃん、コメッコも勝負する。さすが我が妹です。私も行きます。みんなで競争ですよ。お前ら元気だな。けど、こんな楽しい夏の時間が何よりの宝。アイリスの言う通りかもな。ガーズマ、早く来ないとスタートしちゃうわよ。ビルになった人は帰り道でみんなの荷物を持つ係よ。な、聞いてないぞそんなこと。ちょ、まだスタートするなって。この巣場